織田のリコは、大阪府出身の女性フィギュアスケート選手で現在は、関西大学アイススケート部コーチ、追ッテモン学院大学卒業。元フィギュアスケート選手の織田の成の母。3歳からバレエを始め、子供の頃はバレリーナになるのが夢であった。スケートを小学校5年生頃から始めた。大阪女学院高校時代には、インターハイに出場するなど、 フィギュアスケート選手として活躍し、オッテモン学院大学卒業後にバレエ講師となる。結婚後の1978年より指導を壊れ、高槻市にあるスケートクラブのコーチに就任。2005年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権で自身の指導するのぶなりが優勝したため、文部科学省から国際競技大会優秀者表彰を指導者の部で受けた。現在は、 日本スケート連盟特別強化選手コーチに就任し、関西大学アイススケート部コーチとして、息子の小田信成の専任コーチとなっている。小田信成4大陸選手権男子シングル優勝。小田のりコーチインタビュー、ウェイバックマシン2006年2月1日、ニフティ、スポーツ、ニフティ、フィギュアスケート特集国際競技大会優秀者、一覧文部科学賞マイナスウェイバックマシン。 ありがとうございます。